皆様こんにちは、グーテンモーゲン。ドイツに住むオペラ演出家ツリエツこと辻アンナ悦子がお送りする FM ラジオボイスブログですね。音楽のある南ドイツ生活、オペラの手役屋です。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらの方は YouTube でも配信しておりますので、ご都合のいい形で聞いていただけたら大変に嬉しいです。はい、今日はですね、2021年の2月19日金曜日の配信分です。はい、あ、ごめんなさい、 YouTube の方はね、半日ずれちゃうので、YouTube の聞いてらっしゃる方の日本だと、その次の日の土曜日になっちゃうかもしれません。はい、ごめんなさい。ですね、この間までマダンの射手という、新作をバイエルン国立歌劇場で2月にやってるよっていう話をさせていただきました。ですね、3月の、新作、バイエルン国立歌劇場の新作は今度バラの騎士になります。バラの騎士っていうね、すごく素敵なオペラがありまして、それなんですけれども、オペラの稽古っていうのは、5、6週間前から実は始まってまして、3月中旬の稽古に向けてもうオペラ座の中では、お稽古が始まってます。でこちらの方は私も、ちょっと本調役なんですけど出演させていただくことになってます。はい、それなので、ちょっとねバラの騎士について、何回かに分けて、お話しさせていただこうかなと思います。はい、今日はですね、まずこのバラの騎士という作品を書いた、作曲家からお話ししようかなと思います。作曲家の名前がですね、リヒャルト・シュトラウスと言います。でシュトラウスというとですね、ウィーンの、 ウィーンナーワルツなんかで有名なヨハン・シュトラウスとかが結構こうパッと思い浮かぶ人が多いんですけれども、このヨハン・シュトラウスはまあおすごい大きなファミリーで、シュトラウス1世、シュトラウス2世ずっとつないでいくんですけど、このウィーンのヨハン・シュトラウス一族とはリヒャルト・シュトラウスは全く関係がありません。でこのリヒャルト・シュトラウスはですね、今私が住んでいるこのミュンヘンで生まれた、本当ミュンヘンっていう感じの、ミュンヘンといえばこの作曲家っていう感じの作曲家です。はい、あんまり実はね、ミュンヘンをこうベースにしてた作曲家ってね、不思議なことにねいないんですよ。リヒャルト・シュトラウスとウルフぐらいですかね、カール・ウルフぐらいなんですよね。それで、結構大事な作曲家かな、ミュンヘンにとっては大事な作曲家かなと思います。死んだのも、亡くなったのもバイエルン州のこのミュンヘンからですね、車で1時間半ぐらい行ったガーメッシュ・パルテンキルヘンっていう、もうちょっと南のですね、オーストリアとの国境そばの山あいの、アルプスの山あいのすごく綺麗なあたりで、お亡くなりになってます。彼はですね、85歳まで来てものすごい長生きをされて、この当時にしてはですね、非常に長生きをされた作曲家ですね。はい、戦後まで、生きてるので、時代としてはまあちょっと随分ね、これまでの、ウェーバーとかとはまたちょっとこう、随分ちょっとこうまた時代がちょっと変わっていく感じですね。はい、でこの人はもう後期の、ドイツロマンオペラを書いて、非常にドイツ語オペラとしては非常に大事な作曲家になっていきます。彼の生まれた、家がミュンヘンの、市内の旧市街地のど真ん中にあります。で、残念ながらその昔彼が生まれた建物も完全に取り壊されていて、別に博物館とかにもなってなくてですね、そのあたりの面影っていうのは残念ながら全然見られないんですけれども、一応その建物の壁にですね、シュトラウスが生まれた家っていう風に書いてある建物があります。今度ね、それについてまた動画にしようかなと思っていますが、そんなんで、町の中に生まれた人ですね。はい、で、お父さんがこのミュンヘン宮廷歌劇場、今でいうこの、ウィーン国立、ごめんなさいミュンヘン国立歌劇場の、首席ホルン奏者でした、お父さんが。でお母さんはですね、ビールを出す、ビール工場の、会社の社長の娘さんっ
ていう感じの、夫婦から生まれてます、うん、ビールですね。さすがミュンヘンですよね、うん、でもうね小さい頃から、音楽教育を、お父さんがねそんな演奏者だったのもあって受けていて、もう結構若い時期から作曲を始めています。うん、で一回ミュンヘン大学に入学するんですけれども、その後ベルリンに移って、若い頃ね、その20代のあたりの若い頃はですね、ベルリンで結構ずっと活躍をしていた感じの、作曲家ですね。はい、結婚したのも、ベルリンなのかな。彼はですね、30歳の時にバイロイト音楽祭で、ワグナのタンホイザーを指揮したりとかもしてますね。うん、指揮者でも結構有名だったみたいです。うん、そうですね。彼は、いろんな作品を書いていて、最初はですね、ワグナみたいな作品を書いています。どっちかっていうと、でもやっぱりちょっとワグナーに近い、大きなオーケストラでこうモチーフがあって、こうオーケストラがゴゴゴとなるっていう熱い響きっていう感じの作曲家なの で、あまりアリアアリアっていうものがなくて、ずっとこうお芝居がこう音楽とともにですね、ずっとつながっていくっていうような感じの、作品を書くことが多いので、こうやっぱりもうごめんなさい、ワーグナーの影響を非常に受けている作曲家かなと思いますね。彼が生まれたのがですね1864年で、亡くなったのが1949年に、なってます、うん、やっぱり結構ね年の差がありますよね。ワーグナーが生まれているのは1813年で、亡くなったのが1883年です、うん、なんで、本当にワグナーが最盛期の頃は、生きていたわけで、このリヒャルト・シュトラウスが、そう思うと非常に、面白いですね、うん、このワグナーからシュトラウスまでの間にですね、ただこう音楽史でいうとものすごくたくさんの作曲家がいまして、この間に生まれた人でいうと、ドイツとかだとオフヘンバクとかですね、ヨハルト・シュトラウスもそのワグナーの後に生まれてますからね、うん、もちろん、リヒャルト・シュトラウスよりもずっと前に生まれてますね、うん、あとはドイツの作曲家じゃないとすると、例えばサンサンス、ビゼー、ムソルグスキー、チャイコフスキー、ドボルザーク、マスネー、フンパーディンク、フンパーディンクはヘンゼルとグレーテルを書いた作曲家ですね。この人はもう完全にワーグナーの弟子でして、ワーグナー的な、オーケストレーションをする人ですね。プッチーニもこの間に生まれてて、ドビッシーも生まれてますかね。でそれでシュトラウスが生まれるという、もうこの辺はものすごいオペラの最盛期で、本当に素晴らしい作曲家もいいものものすごく書いてる、そんな時期に、シュトラウスも、活躍したということです、うん、でこのバラの騎士という作品を彼は書いたことで、彼の作曲家としての位置が確立すると。その前までは結構こうワグナーの作品に似ちゃうし、こうどうしようかなっていう感じで、結構こういろいろこう、うん、彼なりの試行錯誤があって、そこをですね、ホフマンスタールという台本作家がいるんですけど、彼と組んで書いた2つ目の作品で、ものすごく爆発的に成功するという作品になってます、うん、バラの騎士はね、音楽がものすごくいいです。私も本当に大好きなオペラです、では明日からはこの内容についてもうちょっと深くお話ししていこうかなと思います、はい。今日のドイツ語コーナーはこの、リヒャルト・シュトラウスのお母さんの、家系のビールっていう言葉をお教えしたいと思いますが、ドイツ語でビールはビアと言います、スペルはですね BIERで、ビアと言います。これはですね、中性名詞なので、ダスビア。はい、ドイツに来るときはきっと、ビール1本とか言われると思うんですけど、アインビアビテみたいな感じで言うと、持ってきてくれますね。はい、
ということで、ではまた、次回、お会いしましょう。アフビダゼンチュース。